家紋家紋とは、日本固有の紋章である、源平、陶吉と呼ばれる源氏、平氏、藤原氏、立花の氏といった強力な氏族が最も名を馳せていた、時代、地方に移り住んだ士族の一部が、他の、同じ氏族の人間と区別を図るため土の名前などを、自分の仮名、屋号とし、それが、後の苗字となった。家紋は、家の独自性を示す。 固有の目印的な紋章として生まれ、名字を表す紋章としての要素が強い。その後、武家や公家が家紋を使用するようになった。特別な紋章や場合を除いて、家紋をいくつも所有することは自由であったこともあり、墓地や家具、船舶にまで付けられるほどまでに広まる。英語圏で用いられる象徴は、抽象的な図案を指し、紋章は、視覚的な図案を指すが、 日本の家紋は、株と飾りの意味から、といった英語で表現されている。これは、西洋の個人紋章の構成要素であるクレストは、一族、家族で共有することがあり、日本の家紋と同様の機能を有するからである。日本名を翻訳して、とする場合もある。家紋の起源は古く、平安時代後期にまで遡る。奈良時代から、長土や器物には、 装飾目的として様々な文様が描かれてきたが、平安時代になると、次第に、調度品に文様を描くことは、視覚的な美しさだけでく、貴族が各家固有の目印として使う特色を帯びてきた。そして、平安末期に近づくと、西恩寺サネスエや徳大寺サネヨシといった公家が、独自の門を、牛車の道につけ宮や工事でその門を披露して、歩き回り始める。これが、 家紋の起こりであるという説がある。その後、公家の間で流行し、様々な家紋が生み出されていく。例えば上記の西園寺サネスエは、サヤよ、特大寺サネヨ氏は、木工を、菅原一族などは、梅門をといった、過敏な門を家紋にしている。しかしながら、門用の延長線上としての色彩的な意味合いが強く、鎌倉時代にかけて徐々に、その後の貴族の証明や、 家門の意味合いや役割に発展、変化していった。武家の家門は、公家よりも遅れ、原平の対立が激化し始めた、平安末期に生まれる。戦場において、自分の働きを、証明、また名を残す、自己賢治のため各人が考えた、固有の図書を旗幕、万幕にあしらったことが、その始まりであったと考えられている。賢治頭旗。 兵士が赤旗を戦場での敵味方の区別をつけやすくするための認識性のために掲げた。旗に家紋の原型となる紋章を描くことはなかったが、家来である武蔵七塔である小玉塔は後の小玉の家紋になる軍配断専門の塔断線を軍旗に描いている。このことから武家の家紋も訓家と同じく平安後期に生まれたと考えられるが、それもわずか数えられるほどで、 爆発的に普及し始めるのは鎌倉時代以後となる。鎌倉中期頃には、ほとんどの武士は家紋を持ち、家紋の文化は武家社会に定着していたと考えられている。本格的な合戦が増えた鎌倉時代には、武士にとって武勲を挙げる機会が増えた。そのため必然的に敵味方を区別したり、 自身の手柄の確認させたりするための手段が必要となり、ま幕や上り旗、馬印や刀の鞘など、ありとあらゆる物場に家紋が入れられた。君月社会においては、武士のように名を上げるために家紋を使用する必要はなかった。そのため、室町時代に入る頃には、ほとんど捨てれてしまう。そもそも、家を識別するために紋章を使用するという発想は、 武家のものであり、その存在自体が厳格な価格の序列に固定化された、家には、そうした紋章を、あえて使用する、必然性がなかったのである。したがって、公家の家紋は、武家に習って作られた伝統だという側面が強い。南北朝時代に入る頃には、大門といったひたたれに家紋が縫い付けられた衣服が、武士の間で普及する。室町時代頃から、 紋章をつけた衣服のことを礼服と呼ぶようになるが、礼服に必ず家紋をつけるという発想や考えはまだ一般化してなかった。その考えが定着し始めたのは、大門から発展した巣尾や片絹といった衣服が出始めた室町時代中期の東山文化が栄え頃だと言われる。同じ頃、羽織が生まれた。戦国時代に入ると同族同士で戦い合うことも増えた。 敵、味方の区別をしやすくするため、この頃から急激に家紋の種類が増え始めた。同時期、表紋と呼ばれる2.3色に柄を色を分けた家紋が流行した。例えば、安土桃山時代、朝鮮に出兵した武将、加藤清正の平門柄の奇郷を小袖につけている、肖像画が京都の金文珍に残されている。この柄は、江戸時代に入っても人気は衰えず、 元禄頃のカビな家紋が流行した時期などは、派手好きな民衆に特に好んで使用された。江戸時代には、武士同士による激しい戦はほとんどなくなり、合戦における敵味方の区別のように実用的だった家紋の役割は変化していき、一種の権威の象徴となっていった。死の交渉という身分が明確に分けられていた階級社会があった江戸時代では、家紋の用途は、 相手の身分や価格に応じて自分や家族の身なりを正すためであったり、家の格式を他人に示したりする、相手の身分を確認したり示したりするといった目的に変化した。また、日本では一般庶民も広く家紋を所有し使用した。百姓、町人、そして役者、芸人、遊女などといった社会的には低い階級に位置づけられたものまでが、 自由に家紋を用いたのである。これは貴族などごく限られたものしか家の紋章が許されないヨーロッパ各国とは対照的である。一般的な百姓町人は名字の交渉ができなかったが家紋を用いることは規制されていなかったため、うち一族の標識として機能していった。さらに江戸時代には羽織や神志もなど霊奏。 清掃の衣服に家紋を入れる慣習が一般化する。原禄時代に入ると、人々の生活は、次第に、華やかなものになっていき、家紋を持っていなかった人々も、家紋を必要とする機会が生まれ、豊臣秀吉の吉礼によって、五十三の切り紋が、仮想庶民に好まれた。また、一般の家紋も装飾化され、武家や庶民が用いる家紋もかび、優美な形に整っていった。 そのため、左右や上下対象になった家紋や丸、ま、で囲んだ家紋が増え始めたのは、この時期であると考えられている。また、幕末頃ヨーロッパでは、ジャポニスムとして家紋のデザイン性が評価され、アール・ヌーボーの絵画などに使用された。明治時代になると、欧米文化が流入したが、上流階級を除き洋装が急速に普及したわけではなく、むしろ身分規制がなくなったことにより、 庶民が文服を着用したり、墓石などに家紋を入れることが増えた。また当時盛んだった国粋主義や家意識の表彰として多く用いられた。その一例として、オーダーメイドの軍刀の柄金具に銀座屋で所有者の家紋を入れることがあった。第二次世界大戦後は戦中にピークに達した社会的重圧を軍国的、封建的の概念で否定するようになり、 家紋はその表彰の一つとみなされることもあった。また関心が欧米文化に傾倒するに伴って紋腹などを着用することが少なくなり、国民の間で家紋は次第に遠慮いものとなっていった。しかし、それでも家紋は現在でもほとんどの家に一つは伝えられており、観光総祭などで着用される礼服には必要不可欠なものになっている。また、 伝統芸能や老舗では2018年現在でも、縄文を全面に打ち出して活動する者も,も多い。また、近年では、シャツやズボン、ハンカチなどに家紋を縫い付けるサービスを行っている、服屋も存在する。原平、藤千花や物の部、大友と呼ばれる士族の権力が前世紀であった頃、南禅という名字が生まれ、その後次第に家紋が用いられ始める。 家紋が生まれて間もない鎌倉時代や平安時代は、江戸時代の原独頃とは違い、家紋の種類や形は多くはなかった。そのため、美しく人気のある家紋や描きやすい単純な図案の家紋ほど好まれる傾向にり、同名字であっても異なる家紋を利用しているケースも、あれば異名字であっても同じ家紋を利用していることがあった。同じ氏族の中で比較的多く使われている家紋は、 代表門、または表門といい、その氏族の代表的な家門として扱われていた。例えば、藤原氏から分かれた長井江や那須といった支流では、最も使用されている家門の一文字門を代表門としている。また、当時の武士の間では、同名時でも複数の異なる家門を使用するとが一般的であったため、公式に示すための正式な家門が必要とされた。 そういった各個人が決まって用いる家紋のことを縄文、または本門や正門という。基本的に諸大名や将軍家では縄文を着手だけにしか継がせなかったため、また時代とともに一家系で用うるいる家紋の数が増えるにつれて、縄文の権威や価値や必要性は強まっていった。家紋、家紋、大門とは本来の家を示す公式的な家紋である。 縄文以外の家紋のことである。替えは、裏紋、別紋、副紋、控え紋などとも言う。法術しているが、家同士での家紋のやりとりが頻繁にあり、家紋を自由に創作することがあった。そのため、本来の家紋の意味を逸脱した家紋を多く持っている家もあった。例えば、伊達政宗らの仙台だけ家は使用した家紋の数が多いことで知られ、江戸中期には、 城門の仙台座座をはじめとして、伊達をしどり、九葉、丸の内に縦三つ、丸の内に縦三つ引き、雪輪に、すすき、やつなずな、五十七切り、十六菊の七つの替え門を用いている。江戸時代に入ると、カビで装飾的な家門は武士に限らず、庶民にも利用された。そういった少数の家や個人が独占できなくなった家門のことを、通り門、通門。 通り門という。通り門は、例えば、花火指紋といった一般的に優美な家門に多い。五十三の霧や、スタなどはその一般性から、貸詞衣装の門としてよく使われている。神社や寺でも各々に用いる固有の門があるが、特に家門と区別して、それらの門は、神門や寺門と呼ばれる。しかし同じように高尚といった各学校における、紋章や、 会社など社団法人には、社称も存在するが、家紋の数や種類と比べると圧倒的に少ないため、日本の紋章学者の間では、紋章イコール家紋という認識が一般的である。新聞には、各神社にゆかりのある句家、武家の家紋が用いられるほか、党などにおける図案や由緒演技にまつわる図案など、独自の意匠が用いられていることも多い。 神職の系統の家系では、神門が家門代わりとなっている花菱門、柏門など、主に、紀内、近畿地方を中心とした西国において普及している風習の一つである。女門とは、実家の家門とは異なり、女系から女系へと伝える紋章のことであり、実家の家門とは、衣装も由緒も異なる。近畿の商家では、 外部から頻繁に有能な入り婿を迎えて家を継がせる女系相続が行われたため自然発生的に女系に伝わる門が生まれたと言われる。特に近畿地方の商家においては家門が一つしかない家は旧家とは言わないともいい代々の女門を持つ家は相当な休暇として敬意を持って偶されることが多い。関東をはじめ近畿以外ではこの風習は稀であり。 女門という文化のないところでは、婚姻に際し、習慣の違いから、しばしば難色を示される場合もあるという、突いなのであるから、当家の家門を用いる気という理由。2018年現在でもこの風習は根強く、残っている。うち同士の婚姻が主だった、時代、女性がつぐ場合に婚下に、女門を持っていく例も見られる。女門の衣装は主に家門を元にしているが、 輪郭をかたどった、影、中影、細輪、覗きなど、やや女性らしいものが多い。女性が留め袖に、実家の家紋を用いる例が多く見られるが、女紋を継承している場合は序紋で留め袖を作る。相思相愛の男女が、互いの家紋を二つ並べたものを非欲紋という。家紋はたびたび、人から人へ上渡の対象になっている。しかし、 当時も2018年現在も家紋に関する使用の制限は特別な紋章を除いてなかったため、家紋を上渡した側の人間はその家紋の使用を制限さるというわけではない。例えば、皇室の家紋である吉家紋章、菊紋が挙げられる。天皇は皇籍のある者へ、例えば豊臣秀吉などに授けている。またさらに、天皇から授かった切紋などを、 将軍等の有力者が功績のあった優秀な家臣や家来に授けることがあった。その習慣は室町時代まで遡り、足利義満が細川頼之に自身の家紋を増紋したことから始まったと言われる。こうした上位の者が位の者へ家紋を貸しすることをしよと言い、授かった家は一家の大名誉として喜んだと言われ、与えられたものを貝門を海領紋という。 室町幕府十三代将軍、足利義輝が、織田信長の父、織田信秀に切りを授け、その後、信長にその切りが、父から引き継がれた。その切りを片絹につけた、信長の肖像画が、長江寺に保存されている。同様の例として、文豪大友氏の、田達行用があり、その者を授かった者を、古道門集と呼び、徴用したという。その逆で、 家臣の家紋を主君が用いることを召し上げと言い,い、家臣である本田やまたは、堺井家の家紋を主君である松平家が譲り受けたと言われる三つ葉葵の例がある。他に、戦勝者が先輩者の家紋を奪う奪取の例には、竜像実施が文豪大友氏からの対象を得た戦勝記念として用いた抱き行用がある。使用者に無断で使用者の関係者を偽ってその家紋を制御。 信用することによって移動することもある。身分の変わらない同格者同士による家紋の譲渡もあったが、家督の相続や婚姻によるものが大半である。例に、山内植杉氏の植杉定座根と養子縁組の計画があった。伊達身元に送られた植杉家の定めである、竹に鈴芽がある。家紋ではないが、主に近畿地方において、 家同士の婚姻が主だった折は、女性がとつぐ場合に際して、今下から女門を持っていく例も見られる。門には、単独であるもの、和や角に囲まれているもの、文字、意思との組み合わせなどがある。それらに関する特定の用語が見られないため、ここでは、書籍に見られる語句と便宜上、仮の名称を使用する。一つの門には、宮内と言える部分とは、 枠や外と言える部分がある。その構成には、その門類、ここでは、り門や菱門などの大きなくくりのことを仮に、によるが、門の図案を構成する働きにより細かい種類がある。例えば、家門研究者の高沢仁氏は、輪や角などの輪郭に関するものを、負荷、門の模様など一部を省いて描いたものを、省略、墨立てや裏表など形容を変化させたものを、改造。 門の形自体は変えずに、同様の門を、並びや重ねを用いて加えたものを、増加、種類の違う門を合わせたものを、合成、分割した門を組み合わせたものを、分割と説明している。以下は、一部の家門について述べるが、様々な図案については、家門の一覧にある。古くから聞く門である十六八十菊は、皇室の門として、幕府や民衆などに広く認識され、 キリモンである五十七キリは、キクモンの替えモンとして使用されていた。皇室に対して功績があった者に対して、天皇が、キクモンやキリモンを貸しされることはたびたびあり。一説には、上級の乱の際、言葉上皇が、鎌倉幕府当幕の志士たちに対して、愛好していたキク門モンを彫刻した刀を賜物、組みされたことが発端とも言われている。後に、 足利高氏や豊臣秀吉なども、菊門や桐門を授かったという事例がある。菊門を授かることは名誉かつ光栄なことであったが、主に可視された家門は、替え門とされていた桐門と言われ、天皇より任命された、摂政、関白、聖位大将軍、大乗大臣など統治者らは統治者の行う策などに、おいて、功績を残した家来や、大名などに、 霧門を贈与することもあったという。皇族の家門である菊門や霧門の権威は増して厳格になり、五百九十一年、天正十九年、五百九十五年、文禄四年には、豊臣秀吉が菊門や霧門の無断使用を禁止する規制を敷くほどであった。豊臣政権から徳川氏の政権である江戸幕府に交代してからは、次第に禁止令は緩まり、 また、江戸幕府は、事故の権威を経の朝廷の上に置こうとしていた、傾向から、同様の菊門は、仏具の金具、彫刻や和菓子の造形、または、のれんの図柄に用いられるなど、一般人への使用、普及に拍車をかけた。比較的家門の使用には、寛容な江戸幕府であったということも影響しているが、徳川氏の家門である、青井門の使用は、厳格に禁止している。 その後、明治新政府になると、皇室の十六八十菊の皇室以外の使用は全面的に禁じられる。新農家も使用規制の対象になり、八幡や千入寺といった皇室ゆかりの神社や仏閣に対しても規制が行われ、徐々に皇室の菊門の権威は復活していくことになる。現在、天皇と皇室の拷問である十六八十菊が 監修法上の国章の扱いを受けている。1680菊に、異章的には似ている16菊は、日本国の発行するパスポートや議員バッジなどのデザインとして取り入れられている。今のところ日本では特定の菊門を国章とする、法令はない。商標法第4条第1項第1号には、国旗、菊花紋章、勲章、法章または、 外国の国旗と同一または類似の商標について商標登録要件を満たさないと定められている。切門が皇室御用達の門になったのは現行襲来の少し前の鎌倉時代中期と言われる。家門としてよく見られる十三切りや、それに丸で囲ったものは大公期や伝承などで農民出身とされていると臣トが用いたことから、 家紋のないほどの一般庶民が何らかの事情で家紋を必要とする場合、門付はかの着用等に用いる家紋としても使用され、上流階級とは逆の理由で庶民の間で一般的に留布し。また、2018年現在では貸子衣装の紋としてよく使われる。明治政府が建てられ、菊門の法的規制が敷かれる中、切門については、 菊門と同じような法的規制などの対処は取られなかった。室町から続く将軍家の家来に対する霧門の譲渡が頻繁にあり、家の家門として使用している者も,もいたため、それを配慮したためだと考えられている。しかしながら、権威が失墜したわけではなく、57霧が内閣、政府の文章として、歓喜や事例書の用紙などに慣例的に用いられ、 最近では日本国外において日本の内閣総理大臣の紋章として定着つつある。切り物はもともと政府を表す紋章としての性格があり、小判などの江戸時代の貨幣や明治以降の貨幣、日本政府が発行する現在の最高額硬貨である500円硬貨にもその刻印がある日本行券、紙幣は日本銀行が発見。 企業や地方公共団体のシンボルマークや気象にも伝統的な家紋を利用したデザインのものが見られる。大抵は企業であれば創業家やパトロンの家紋、地方公共団体であればその地に縁の深い人物の家紋が利用される。デザインとしては、などの形で利用される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。